さん、こんにちは。賃貸のまさきです。実は私今こちらのお部屋のレイアウトを考えていたところなんです。本日は奈良市二条町にあります 1DK のお部屋についてご紹介いたします。こちらの物件はちょうどいいサイズのコンセプトに基づいたお部屋になっています。私の考えたレイアウトなんですけれども、まずこちらからこちらまでシングルのベッドを置いていただいて、こちらにはテレビを設置していただき、こちらにはセンターテーブルを置いていただいてはいかがでしょうか。またこちらのお部屋にはこのようにクローゼットやエアコン、また南向きのバルコニーがございまして、とてもポカポカとしてバッチリです。こちらのお部屋どうですか。ちょうどいいサイズの空間ですよね。それでは続きまして、こちらダイニングキッチンのスペースとなっています。そしてこちらがミニシステムキッチンとなっています。一つ口のガスコンロ、調理場、シンク、そして上にも下にもたくさんの収納スペースがございます。またこちらには冷蔵庫や電子レンジを置いていただくこともできますので、これでちょうどいいサイズの生活動線ですよね。それでは続きまして、こちらの洗面所の方をご案内いたします。まずこちらが洗面台、室内洗濯置き場となっておりまして、ちょうどいいサイズの動線の空間ですよね。そしてこちらがお風呂場になっておりまして、どうですか、ちょうどいいサイズの空間のお風呂場になっていますよね。ゆったりのんびり入っていただけそうです。そして最後になりますが、こちらの方がトイレになります。こちらはウォシュレット付きトイレとなっておりまして、上にはちょっとしたものを置ける戸棚になっています。ぜひご活用ください。そしてこちらの方が玄関のスペースとなっておりまして、なんとこちらにはちょうどいいサイズのシューズボックスがございます。またこちらは取り外しが可能ですので、お客様のお好みに合わせてぜひご活用ください。皆さんいかがでしたか。ちょうどいいサイズのこのお部屋、詳しくは賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援いたします。ご視聴ありがとうございました。